皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ゲッターロボ大決戦実況プレイ、やっていきたいと思います。久々ですね。まあ、ちょっとね、本当に休んでしまう、長期にわたり休んでしまったことをね、深くお詫び申し上げます。ちょっとね、怪我をしないように気をつけます。じゃあ、前回といっても、もう当分あとというかね、進んでなかったからあれなんだけど、ね、ブラックゲッターがね、ついに仲間になったところまでっていうところで、バット将軍と戦うんだったよね。よし、じゃあまずは乗り換えなんだけども、すでに決めております。で、前回がですね、ゲッターロボ4に新しい強化パーツ、ジーアムライダーが付いているということで、スーパーゲッターゴーというのができました。なので、ゲッターゴーチームはね、この、通常通りで、新ゲッターで、ゲッターザンのチームで、ブラックゲッターをちょっとチェンゲのようにね、龍馬を乗せております。で、今回もこう乗せ替えをしておりますよ。よし、じゃあこれでやっていきましょう。ではアップへ進もう。第15話、恐怖の巨大竜巻。これ実を言うと一回やったにはやったんだよな。ちょっとね、パソコンが壊れてデータがそのまま消えちゃったわけなんで、これ2回目なんだよな。ただ、何ヶ月、5ヶ月ぐらい日にちを経ってから、日にち経ってから、やってるんで、もう初見、ほぼ初見というか、そんな感じでやっていきます。ドイツ上空に、突如巨大な黒い積乱雲が発生。この異常気象的、積乱雲は次々と大型の竜巻を生み、街を破壊している。どいつもこいつも何やってるんだよって。と、ドイツ政府はこれに対し、特殊調査部隊を派遣するが、忽然とその消息を絶ってしまう。救援の連絡を受けた連合軍は積乱雲の調査を行うこととなった。これ連合軍たちもいなくなっちゃいましたみたいなことになったら笑えないぜ、マジで。もうこの話でゲッターロボ大決戦終わるで。町が、俺の町が。そっか、シャトナーの町なんだよね。これは町全体が巨大なナイフで切り裂かれたようだ。早乙女博士、これは一体？かまいたちみたいな感じ。報告では巨大な竜巻の影響のようです。確かにこれは竜巻にしては異常な状態だ。世界中の気候が大変動を起こしている今、このような現象が起きても不思議ではないが、しかしできすぎているみたいな。こんなのがただの竜巻なわけがねえ。めっちゃシャトナー怒るなと。お父様。そうだな、こうしていても被害は増す一方だ。ハヤト、現地調査を行ってくれたまえ。わかりました、博士。で、今のこの状態、全体マップは特に敵はいないのか。特に敵はいないんだな。クリア条件、町に向かえ、現地調査、分かりやすい、よし、じゃあ向かっていきましょう。あ、町に着いたと。気をつけてください、周囲に竜巻の発生を確認。お、ついに来たか、竜巻。再びお目にかかれて幸いです。ゲッターチームの諸君。そうやな、改造バット将軍、あれやね、ランドか。ランドに改造されてんだよな。倒したはずのバット将軍が。
お前は恐竜帝国のバット将軍。てめえ復活してやがったのか。ゴーとバット将軍は面識ないんじゃね。口をこんなにしやがってぶっ殺してやる。ランドー様の作ったこのメタルビースト、ゲッターロボを粉々に粉砕してくれる。こいつあれなんだっけな、あの周辺に掘ったら吹き飛ばされる能力かなんかなかったっけ。おお、こっちにも来たか。ちょっとレディーコマンドがやばいからこっちに移動して、そうだな、こっちのブラックゲッターとかがこっちの機体を迎撃に当たっておこうか。そうだな、こっからもういきなりゲッタービーム撃つか。よし、じゃあ久々のゲッタービーム。いやー、そうか、あのメカザウルスゲラとかいるんだよな。新ゲッタービーム。アカネの新ゲッタービームに気が付けるというか、新ゲッタービーム声を張って言ってほしかった。でもない俺が文句を言ってしょうがないんだけどね。ほら、まあ願望としてはね。ではショーのトルネードアタック。このギガントは結構長かったんだよな。あのなんだっけ、衛星ゲッタービームの大砲撃ってくるけ、ほんまにこやつは。いや、それにしてもあれだな、こうしばらくゲッターロボをやっていないうちに、あの今もあれなんだよね、ゲッターロボアークがなんかアニメするっていう。まさかね、映画という時代にね、ロボットアニメっていうかあのカテゴリーが衰退している中で、ゲッターロボやるっていうのはちょっとびっくりだったね。本当ね、なんかもうそろそろ始まるんだったっけ、見たいですね。どんな感じなんか、まあ気になる。なんか懐かしいな、ゲラ。攻撃してきたな。耐えれるかな。もう、やべ、防御もしてない上にクリティカル。おいおい、ちょっとやばいな。強くしていきゃなんか強くなるっぽいし、
タクル2階ミチルさん下げよう。この周辺にいる機体が吹き飛ばされちゃうんだったよな。これに気をつけてちょっとやっていかないとな。じゃあどうしようか。とりあえずこのギガント倒したいんだよな。ギガント倒させていただきますぜ。倒してくれよ。よし、ガントとビーインはちょっと強いから優先して倒していきたいんだよな。じゃあそれではね、ウィジン行きましょうか。スーパーゲッターゴーチェンジキャッター。ね、こちらがGアームライザーをつけたね、ゲッターロボゴーね、スーパーゲッターゴーだね。これで、パワーアップしてるんだよな。でもあれなんだよね、ゲッターゴーだけにしか、Gアームライザーの、ね、恩義が受けれないっていうのがちょっと、ね、他の二人には何も言わんのかな。なんでゲッターショーと、ゲッターガイには何もないんや、みたいな。で、ナックルボンバーとかの威力がちょっと変わってるんだっけ。で、こちら、ね、大きな、ね、違いはこちらね、ソードトマホークっていうね、このゲッターロボコの最強武器がね、追加したんだよね。じゃあね、ちょっと、どうしようか。この、ソードトマホークは最後に使いたいから、とりあえずマグフォースサンダーを一発、ね。久々のマグフォースサンダー。お、クリティカル。いいね。マグフォースサンダー。おいしい。すごいですね、やっぱり。では、アカネはちょっと下げつつも、最後に新ゲッタービームを一発、ね、ゲラを、ね、倒せるかな。倒せればいいけど、ちょっと不安かな。うん、倒せなかったから、まあしょうがない。すばらだな、こう、今は、テキサス、戦艦がいないのが、ちょっと、辛いな。まあ、クジラがおるだけでもありがたいっちゃありがたいけど、あいつがね、本当に優秀ちゃんだから、優秀ちゃんだからな。テキサスが欲しかったです。じゃあ、ブーメランウィング、シュワルツで、こいつを倒しておいて。ブーメランウィング。よしよし、今のところはちょっとまあ大丈夫かな。とまたミチルさんなんだよな。ちょっと危ないから、とりあえずジャックの大型速射砲一発。ゴーパンチ。しょうがない。
して、龍馬の、ゲッタービーム打ってみるが、どれぐらいの威力なんでしょうかね。お、クリティカル。いや、騒ぐぜ。すげえな、ちょっとクリティカルが多く出るな、いいな。おぉ、倒しちゃった、すげえ。おぉ、恐るべし。恐るべし、龍馬。クリティカルが出るとこんなにまで威力が。すごいな。いやでもブラックゲッターのゲッタービームの威力、高いね、やっぱり。一人乗りにすると。ブラックゲット、それだけ、チェンジゲット能力が上がっていくみたいな、そんな仕様だからな。じゃあ、ダンマ砲で倒せるかな。ワームぐらいは倒せるかな。怖いんですよね。とりあえずワームは倒せてない。そうだな、ところのワームとかをとりあえず倒しておきたいから、こいつね、ブーメランウィングだ。ブーメランウィングだ。ブーメランウィングで一発与えて、ブーメランウィング。低いね、低いですね。まあしょうがない、やっぱゲッター戦のメカが威力が高いからね。こっちに来たって。じゃあ、マコサンダーを一発与えて、このビーイン顔面攻撃みたいな、顔面狂気みたいな技、意外と痛いからささっと倒しておかないと。よしよし、 OK。 どうしようかな、巻き込んで倒したいんだけど、ちょっと巻き込めそうにない。倒せよと言って倒せないんだよな。こういう時に限って倒せないんだよな。いいんだよ、やっぱり。させますね、もう。よいしょか。じゃあ、カッター、武蔵のね、ゲッターカッターで。久々に見るな、ゲッターカッター。回避するけど、どうだろう。バッと。かわしました。久々に見たな、ゲッターカッターなんだ。第1話ぐらいしか入れてないんじゃないっていうレベルの技やで。今は衝撃波とは言わないよね。今のこの発明くんがちっちゃくなってるやつ、この時だったら、まあ、攻撃ができるみたいな、そんな感じだったかな、こいつの攻略法は。このワームがそろそろ倒せそうなんだけど、どこにすぐ倒そうかな。誰でもいいんだけどね。
あんまり格闘が深くないのかな、主人公のはずなのに。よし、じゃあショーで届くかな。トルネードアタック、これが使いやすいんじゃない。お、当たる。よし、いけいけ、ショー。と、これにもう、あれかな、ブラックゲッターの攻撃を加えれば、なんとか倒せるかな。暗黒乱舞で倒せるかな。ちょっと、オーバーキルになるかな。ドリルロックバスターできるかな。よし、ドリルロックバスター、なんか筋肉バスターみたいな、あの、神谷さんみたいな。ドリルロックバスター、お、神谷さん言うんだ。ようは。ゲッタービームは言わないのかな。言ってほしいのに。ゲッタービーム、むしろゲッタービーム言ってほしいんだけどな、個人的には。まあいいや。ショムコ、メタルビーストの弱点が分かった。博士と、竜巻は回転にわずかな強弱があるようだ。回転が弱まった瞬間を見計らって中心部に攻撃を行え。扇風機みたいな強弱、まあ、その通りに今の状態だったら攻撃を与えれるみたいな感じなんだな。シンゲッタービーム、ゲダーはともかく、なんかこの辺の機体はちょっと動いてこないな。どうしよう、先にこっちを倒しておこうか。ちょっとあそこ、ここのゲラだけがなんかちょっと寂しいな。俺相手してくれねえじゃねえかみたいな感じがするな。とりあえずこのゲラをどうにか倒したいな。こいつはゲラはそんなに強いやつじゃないから、まあ、マッハスペシャルとかの、ね、燃費の少ないっていう。マッハスペシャル、ちまちま削っていこう。思えばあのメリーの邪線香初めてかな。そうではないか。じゃあ戦艦、いやー支援は本当に使いやすいから、本当頼りになる。こういうね、牽制とかの偵察にね、使えるメカとしては優秀である。さて、じゃあ第ゲッター2でどうだろう、届くかな。ストーム、ドリルストームでいいんじゃない。あのシャトナー、あのめっちゃ強い、ね、自分の国を守るために立ち上がるシャトナーで、よしよし、オッケーオッケー。とりあえずゲラーはね、どんどんね倒して、いや、オッケーやね。衝突か。まあ、シーンなんだけどね。では、ショーはトルネードアタックで、ここのポツンと一軒家のゲラを倒していくぜ。トルネードアタック！ゲラゲラ笑ってやるぜ。の、なんか来たし、竜巻突進。おお、めっちゃ食らうな。おノーだわ、ほんと。
だわ。もう来んのかいって全然来ないやん。だやめとこ、全然来ないからやめておこう。あれだ、右から攻めていこう。こいつら右からやってきても左に受け流す、そんな能力を持っているんだきっと。進撃タービーム。進撃タービームしか使ってないな。他の武器も使いたいな。今度はなんか別の武器使おう。さすがにゲッタービームばっかりっていうのもちょっと飽きられる可能性もあるし、ようやく1体ちょっとこっちやってきたな。1体だけだけど、まあしょうがない。たかが1体でもされど一体や。一体何言ってんだろう、俺は。さて、じゃあこいつ多分 B インかな。 B インだろうな。 B インだろうな、きっと。オープンゲット。 B が強いからな。ちょっとこういう射程外から行きたいです。あ、普通にビーンだった。ミスタービーンだよね。よく知らんけど、なんかテントウムシみたいな翼いいよね。なんか虫感がある。そうだな。じゃあこいつブーメランウィングかな。どうもな、ステルバーの変形状態の3ミサイルはね、確かにいっぱい巻き込めれるけど強ないっていう、ちょっと欠点がねあるから使いづらいね。一気に移動するのには使えるけど。じゃあ、ストナーサンシャイン、アカネ撃てるようになってる。さっきレベルアップしたけか。じゃあ、あれだ、スプリットビーム、言うかな。スプリットビーム。それにしてもあれだね、こう、シンゲッター、バトルウィングとか、ゲッタートマホークブーメランとかあるのに、ああいう系がないんだよね。ちょっとそれがあれって。どうしようか。今台風がちっちゃいから、ここでザンマコを一発だけ撃ってみるか。6753、まあ強いな。体力は高いけど、まあ、バット将軍だからね。ゴールとかぐらい大抵と違って、こいつはまだそんなに強ないはず。そうだな、たまにはちょっとゲッター3とか見てみるか。多分登録はずだけどな。ミサイルストームが、まあそんなに威力は期待しないでおこう。とりあえず削る。ミサイルストーム。海だったらな、こいつ強いんだけど、海補正が 200% だからな。まあそれなりに与えられているから本当優秀だわ。いや、シンゲッターは本当頭一つ飛んで強いですね。じゃあどうしようか。ブレストボンバーとかをたまには撃ってもいいな。
けど、たまには撃とうか。ブレストボンバーね、女の子の胸ミサイルね、みんな大好きなんだろうって。うわー、避けられた。うわー、こいつはあれか、硬派か、硬派なのか。別に俺女の胸とか興味ないしみたいな、どうせそういうあれなんだろう、隠したって無駄なんだぞ。ね、男性はね、みんなって言われて、ブーメランウィーン好きなんだろう。ブレストボンバーが飛ぶ。役立つから使えるわ。まあ、強いけど、ね、そんなに。まだ段階が来てるし、ステルバーで両方倒しちゃったな。あー、ちょっとこいつは回防御しとこう。こいつ多分強いやつやけな。なんかどっか骨の一部みたいな名前してる。蛇骨、蛇骨、どこの骨なんでしょうね。てか敵も増援はこれはないね、ない感じなのかな。これだけで1,2,3,4,5、割と少ないな。いいのか、いいのか、こんな割と少ない感じで。いや、そうだ、たまには1回も使おう。神谷さんのあれだ、龍馬を乗せた時にまため行ってくれるか、あれ全然行ってくれなかったからな。タルボはこうやって使うんだ。なんで同じ声優さんなのに言ってくれなかったんだろうか、龍馬は。やっぱりあのガイは龍馬ではないから、そういう理由かな。ブーメランウィーン。方のクリティカル率がなんか高えな。大丈夫かっていうくらいやってくれる。なんだか敵がかわいそうだ。まあいい、とりあえずもう武蔵のゲッタービンを持って終わりになるかな。まあ、多少残るかもしれないけど。見てるな、見てる、みちるさん、ね、クジラの中で見ているんだ。自爆っていうのがね、スキルがあれだけがね、どうもあれだけがどうも。そこね。おお、またクリティカルめっちゃ出るな。なんだ、明日雨でも降るんかな。まあちょっとね、こっちでは竜巻が起きてるからなんだろうけど、ちょっと雨ちゃうか。トルネードアタック。トルネードアタックが本当使いやすい。ゲッターゲッター勝負、本当ね、攻撃力は低いけど本当使いやすくていいわ。初心者にも優しい。まあ反撃しようか、ブレストボンバー。たまにはね、撃っておかないと、ね、女の子のお胸ミサイル。ブレストボンバー
ていくのが、まあ、やっぱり正規のやり方なんだろうね。さて、じゃあ、じゃあ、こいつにやったらオーバーキルになるけど、セリフだけ、セリフだけ聞きたいんだから、ストナーサンシャイン。アカネチンのストナーサンシャイン。ストナーサンシャイン！かわされるかな？かわされたらちょっとかっこ悪いな。
しまえばこっちのものだ。よし、じゃあミーの恐るべき大砲の威力を受けてみなさい。台風竜巻で切っちゃうんだ。ズバーッこう大砲の弾をズバ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 みたいな、こうメカ台風のメカに当たる前にやるみたいな、食べる前に飲むみたいな、そういう感覚で攻撃を加えていくスタイルだ。じゃあブーメランウィング、どんどん攻撃をしていくぜ。ブーメランウィング、ブーメランウィングでさえあんまり食らわん。相当硬いな。まあしょうがない。やっぱり来るかーい。驚異的なダメージはないか。これまでの比べたら手吹き飛ばされた。うかつに近づきすぎない方がいいというわけ。まあまだこの距離なら取り戻せるから大丈夫。よー、まだ弱めになったな。よしよし、じゃあよし、じゃあさっきのストアサンシャインは当たらなかったから、リベンジ当たれよ今度こそ。ストアサンシャイン、おお、めっちゃ与えた。いいね、ストアサンシャインの力ここまでだ。まあでも龍馬とかが乗った方が絶対に強いんだろうな。さてじゃあゲッターゴーのね最強武器をねここで使っていこうか。ソードトマホークね、メカ台風こいつならもう一撃やろ。避けるなよ。ではソードトマホーク、てか長いな、ソードトマホーク。おお、やった、めっちゃかっけえな。いやー、倒した倒した、きれいに倒せた。そんな一度ならずも二度までも、己にだろうな。は負けない。ん、あ、移動先選択。次はどうしようか。じゃあまあロシア行っとこうかな。うん、とりあえずドイツ行ってロシア行ってイギリスっていう、なんかイギリス先に行った方が良さそうかもしれないけど。プロフェッサーランドによって改造された魔王ホールが核ミサイル発射基地を狙ってロシアへと攻め込んできた。壊滅的ダメージを受け追い込まれるロシア軍、連合軍は超ウェポンモードの起動までホルガを防衛することができるのか。次回ゲッターロボ大決戦、超兵器ホルガにチェンジゲッター。はい、というわけでね、恐怖の巨大竜巻なんとか終わりました。なんか久々のね、ゲッターロボ大決戦でちょっと緊張というか、あーこうだったなみたいな思い出しながらやっていたけど、まあね、なんとかブランクがありながらもできましたね。次がゴールか。超兵器ボルガってなんかちょっとこう、なんだろう、お許しくださいみたいな感じ、匂いがプンプンするけれどもね、次回
ロシアとの、ロシアでの戦い、一体どうなっていくのでしょうか。ね、次回のゲッターロボ大決戦もお楽しみに。それでは、バイニャラー。